降りました。 A ライセンス、よーし行きますか。アジーナエリア、ピキーン。 A ライセンス確認しました。お、ありがとうございます。行きましょう。おやおや、子供型のナビがこんなところまで来るとは珍しい。さあ行きましょう。おお、アジーナエリア1。そういう感じなんだ。なかなか雰囲気がありますね。あれ、今日は随分と人が少ないな。わざわざ電算エリアからやってきたってのによ。何かあったのか。もう何かあったんだろうな。なるほどね、結構入り組んでる感じっぽいですね。あ、なんか草むらある。面白い。なんか回ってるんだけど、回ってるんだけど、よし、ありがとうございます。おー、そういうこともあるんだ。まさかのウイルス。しまった、当たっちまった。大事に行こう、大事に行こう。よーし、ありがとうございます。あ、そういうこともあるんだ。マジか。大変ですね。で、こっちはオープンロックね。なるほど、なるほど。さあ、レグランプ。お、いいね。ありがとうございます。さあ、右、ネット商人、寄ってらっしゃい。ネット商人さんもいるんだ。足だけが見えてますけど。さあ、バグのかけらです。なるほどね、ちょっと気になるな、ラインナップ。ここアジーナエリアは世界最大のナビ人口を誇るエリアのはずなんですが、気味が悪いので私は引き返しましょう。なるほど、なるほど。で、こんな感じでいけるかな。さあ、ラインナップを見てみよう。ストーンキューブ、コールドパンチ、スプレッドガン、キャッチマシーン。前方にチップを奪い去る UFO を投げつける。面白そう。まあ多分さっきの道で逆側行けば着くのかなって思うんで、そんな感じで進んでいきましょう。あ、当たんなかった。ガッツマンいっちゃいますか。よーし、ありがとうございます。で、ここ行ってこっちですね。アジーナリア2。さあ、進んでいこう。なるほどね。お、なんかあった。さあ、千銭にいいね、でかいね。さあ、ナビプラス20とは。ナビチップの後に選ぶと攻撃力をプラス20。おお、なかなか強いね。ちょっと面白い感じだね。ありっちゃありかもしれん。入れてみよう。さあ、リカバリー50。50は欲しいね。多分まだ30が入ってるよね。 OKOK。
マジか。こっち行けないね。あー、こっちか。オッケーオッケー。道が分かってきましたよ。このワンポイントに入るとアジーナスクエアの入り口だよ。さあ行きましょう。アジーナスクエアだ。うわ、なんかいきなり何かが起こっている。まさかたった一体のナビにこの国が壊滅されるとは。許さん、許さんぞ。わしの国を、わしの民を全て奪ったお前を。もう逃げられんぞ、観念せい。なんかかっこいいね。なんか忍びって感じの。お前たちやってしまえ。我がジーナの勇者たちが、うぬぬぬ。貴様の狙いは何だ。なぜこの国を滅ぼすんだ。ゴスペルの親衛隊だかなんだか知らんが、余計なこと。この国を滅ぼす理由、簡単なことよ。ゴスペルとかいう団体からこの国を滅ぼせという依頼があった。ただそれだけだ。そして拙者は与えられた仕事を全うするのみ。運が悪かったな、アジナオよ。なあ、ダークミヤビ様、任務完了いたしました。うむ、ご苦労だった。早速だが次の任務に移ってもらう。次のターゲットは、王様。のう、生き残っておったのか。王様、喋っちゃダメです。不甲斐ない。おう、許してくれ。国を守ることができなかった。この国を襲ったナビは次にを狙っている。奴らの名はゴスペル。早く誰かに伝えてくれ。こんな思いは足だけで十分。ああ、王様。ゴスペル、早く誰かに知らせなきゃ。で、まあとんでもなく絶妙なタイミングでロックマンさんがやってくるという、そんな感じですね。なるほどなるほど。とりあえず2箇所行けるっぽいけどって感じだね。あれ待って、俺なんか今スキップしちゃった、もしかして。さあ戻ってきました。一応こっちチェックしとこっか。なるほどね、エリア1とつながってるんだ。ってことはこっちで良さそう。では改めましていきましょう。やっぱなんかあったね。よかったよかった。これは誰もいないよ、ネット君。電脳スクエアから人がいなくなるなんておかしい。きっと何かあったに違いないよ。一体何があったんだ。カタカタカタ。ネト君、何か音がする。誰かいるのか。音がどこから出てるか探してくれ。了解。さあ探しますか。なんか無音なのがすげえ気になるな。おやおやおや、商人が使っていたワゴンだ。カタ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 、音が聞こえる。さっきより大きく聞こえる。ということはだいぶ近づいてきたみたい。この中かい。どうやら音はこの部屋の中から聞こえるみたいだ。入るよ、ネト君。気をつけろよ。うん、よし行きましょう。カタ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 。謎のナビの手によってアジーナは壊滅しました。このままでは他の国にまで被害が出ます。ねえ、ここで何があったの。アジーナ号みたいだ。翻訳システム起動。誰だ。僕はロックマン。この国から送られてきた風船を拾って送り主に会うために日本から来たんだ。ねえ、ここで何があったの。
それがわからないんだ。いつもより遅くプラグインしたらアジーナスクエアがこんな状態で、それで王様が倒れていて。そういえば君日本から来たんだろ。王様が死ぬ間際にこの国を滅ぼした奴らの次のターゲットは日本だって言ってた。なんだって？急いで日本に帰らなきゃ。そうはしないよ。もうなんかなんか赤いの出てきたけど誰だ。ゴスペルアジーナ攻略部隊副隊長カットマン。カットマンさん、お、なんかもしかしてピースサインしてる。そう見えるだけ。あれはまあ副隊長といっても隊長が壊滅した国の生き残りがいないか調べるのが仕事なんだけどね。隊長は今頃日本に向かってるんじゃないかな。またゴスペルか。こんだけ説明したらもういいだろ。君たちには消えてもらうよ。別に君たちには恨みはないけど仕事だからね。さあではカットマン戦ですね。頑張っていきましょう。あいつずっとピースサインしてるよなあれが基本スタイルなんですかね。怖いっすね。お、2発当たってくれた。え、どう来るの、どう来るの、あれめっちゃ怖いんだけど。うわー、回ってる回ってる。とりあえず当てていこう。まあ今んとこでも割と問題なそうな感じはしてるんだけど、どうだろうね。ガツマいっときます。の頭を出してるよ。危ない危ないってか当たってる。それなら当ててやりますよ。うい。うわー、それ無理それ無理。挟まれた。今のシチュエーションは気をつけないといけないかもしれないね。やられたぜ。まあ、とりあえずガッツマンかな。お願いします。えい。うわー、しまった。うわーごめんなさい。もうとりあえず2発当てて、いや挟まれるように逃げちゃダメだな。それはマジでなくしていかないとまずい気がする。あとダメージがでかいんで、かわしやすいけど当たっちゃったらちょっとダメージでかいかなみたいな、そんな印象ですね。なんで大事に大事にいきたい。いったそばから当たってる。はい、オッケー。いや、挟まれるからこれは上で受けよう。さあ、ガツマン、お願いします。じゃんけん。こっちはグーです。勝ちです。さあ、どうしようかな。とりあえず上に回りたい。立ち回り大事に。いやー、危ない危ない危ないよかった今やられたって思った。はい、しまった。
おお、危ない危ない。怖いよ怖いよ。はい、上で受ける上で受ける。よし、いいよいいよ。ちょっと待ってさっきのさ、どうしようもなくないですか。まあそうだかな、安定っすよね。しまった。今のかわしたかったな。もったいねえっすね。はい、いいね。でこの位置大丈夫。一回リカバリーかな。パオトロ。今結構危なかった。攻撃パターンで助かりました。で、これで120当たるんで、いけますね。あ、待って、これ1、やばいんじゃない？あー、大丈夫か。さあ、もう一丁、お願いします。あれ？無敵時間的なやつかな、今の。まあでもいけそうっちゃいけそうだけど、これ挟まれるやつかな。大丈夫かな。危ない。よかったよかった。じゃあソードでいっちゃいましょう。ありがとうございます。よかったよかった。いや、やられちゃったみたいだね。でも僕に勝ったからって安心しちゃダメだよ。今日本に向かってるシャドウマン隊長の強さ、僕なんて比べ物なんないよ。あの、なんか忍びっぽいあの方ですかね、シャドウマン。今の君じゃ勝てな。ぐわー、大丈夫？怪我ない？うん、ありがとう。大丈夫だよ。よかったよかった。あのさ、君が拾った風船出したのは僕なんだ。ただ友達が欲しかっただけなんだけど、こんなことに巻き込んでしまってごめん。気にすんなって。シャドウマンとかいうのを倒したらまたここに来るから、またゆっくり話そうぜ。ロクマン、一度うちに帰って情報を整理してからパパのところ行くぞ。うん、気をつけて。王様、どうか彼らに力を貸してあげてください。で、一回戻るのか。アジーナ国壊滅から数時間後、アジーナ国より入電。ゴスペルを名乗る謎のナビの攻撃により、アジーナスクエアは壊滅しました。何？アジーナ国のセキュリティは世界でもトップクラスのはずだぞ。アジーナスクエアを壊滅する力を持つゴスペルのナビか。危険だな。カタカタ。引き続きアジーナ国より入電。アジーナ国を襲ったナビの次のターゲットは。どうした？続きを読まんか。アジーナ国を襲ったナビの次のターゲットは日本です。失礼します、エンザン君。調査ですよ。ここで手をこまねいている時間はない。違いますか？
よーし、頑張りますか。ネット君、日本に危機が迫ってること早く。分かってる、パパのところ行こう。うん。さあ、メールですね。今のかなってことは、タイミング的に、お、パパさん、研究室に来ないか。厄介な事件が起こって、しばらく家に帰れそうにないんだ。ネットの顔が見たくなったんだ。オフィシャルセンターのエレベーターをネットも使えるようにしておいたから、いつでも来てくれ。ありがとうございます。では行かせていただこうかなと思います。8000ゼニー溜まってるね。いいね。ありがたいありがたい。動画のご視聴ありがとうございます。ちょっとでもいいと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメントをしていただけますと嬉しいです。また Twitter、Instagram などもやっております。こちらのフォローもぜひよろしくお願いいたします。動画概要欄にございます。そして他のシリーズもおすすめなので、画面に表示されていると思いますので、こちらもチェックしてみてください。